あのさ、聞いてただろ、俺ルベリア先輩と婚約したし。何も問題はありません。私どもはただ強者の子が欲しいだけ。心の伴わない都合のいい関係で十分ですから。こいつら。はーい。うわー、間に合え。ピーター君？先輩、早かったですね。そうね。自分が今なぜか下半身が裸であることが露見してしまう。ルベリア先輩は俺のことを信用してくれている。俺はまた同じ過ちを。